今週はビクトリアマイルの予想になりまーす。まずはね、まあ先週の結果、まあちょっとね、こんな感じで21,000円負けました。まあね、ちょっともうね、実況とかきついんでね、もう気分が乗った時しか上げないかもしんないね。めんどくさくてね、実況動画上げるのは。気分が乗った時とか、まあいいリアクションできた時とかね、そういう回だけにしようかなと思ってますね。なかなかやる気、めんどくさいと思ったら、上げないんでね、実況動画。もういいやってなっちゃうんで、途中で。まあ、撮るは撮ってるんだけどね、いつも、毎週。ガチでやってるんでね、まあ、こういうこともあると思ってるんでね。しょうがないと思ってるんで。まあ先週のね、NHK マイルカップに関しての反省としてはね、まあ、ラインベックがね、津村騎手から乗り換わり、武士田騎手かな、うん、乗り換わりになった時点で昇格にすればよかったなと思って、あれでも、それでも突っ込んじゃったのがね、最悪だったね。あの判断は最悪だったなと自分でも思ってます。乗り換わりの時点でね、津村騎手だったから選んだ馬だったっつうのもあるんでね。対抗に。サクセッションは全然ダメだったけどね、本命の。まあ、ラインベックもダメだけど、まあ、2、3着は違ったと思うよ。津村騎手だったら。って思うけどね。まあね、里のインプレッサーにね、騙されなくて、本当に、そこだけは良かったなと。あと、ババもね、レシスババってのあってたしね、あれはもう、本当に厳しい条件でね、あそこまで来るってのは強いなと思いました。ラウダシオンのね、オッズの下がり方がね、異常だったんでね、まあ、こういうことあるっていうのは予想できてたんでね、紙の馬券がね、購入されなくなったんでね、さらにこう、しょっぱくなるんだろうなと、オッズは。無観客開催になってからすげえ予測してたんでね。にしてもね、ちょっとラウダシオン、すげえなと思ったね、あれは。相当期待値があったんだろうね。あそこまで下がると思わなかったね。まあ、ラウダシオンね、まあ、ちょっと、距離延長組が来ちゃった時点でね、まあ、完敗なんでね、先週の NHK マイルカッパー。まあ、金量がね、57で、ファルコン、出て2着で、しかもファルコンステークスのレベルも高かったっていうのもあるしね、前しか来なかったっていうのもあるし、ちょっとね、いろいろ反省、修正材料があったんでね、修正材料は全くないレースはちょっと困るけどね。まあ、あと、風がね、強風吹いたっていうのも影響あったのかなと。まあ、あと、ババアだね。まあ、今週もそうだけど、やっぱり前しかね、全然来ない感じで、後ろから来ても全然いないんじゃない今日。ほとんど前だったもんね。雨降っても高速だし、ババに関してはね、選手と全然変わんない。まあ乾いても変わんないと思うんだけどね、明日は両ババでできると思って予想してるんで、俺は。大ババでね、終えられたんで、まあ明日は一滴も降らないそうなんで、両ババまで回復すると思うんでね。やっぱ前が有利だね。じゃあ行きますか。本命成績、1着18回、2着7回、3着6回、着眼46回、勝率 23.4%、連帯率 32.5%、副勝率 40.3%、単勝回収値94円、副勝回収値65円と、2020年、ビクトリアマイル、本命は、5番、プリモシーン、オッケー来たぜー、オッケー来たぜー。まあ去年はなんだ俺、去年は4番手か。まあビクトリアマイルって言うと、ストレートガール勝った時にね、2回目か。2回目に勝った時に取ってるね。それ以降は全く取ってないけど。あの K.I. エレガントとミナレットの時はね、熱かったね。この時はまだ指数とか作る前だったんだけど、その時は K.I. エレガントをしてて、まあミナレットは買えないけど、K.I. エレガントをしてて、だったからね。この時は熱かったけど。まあ、その後、ストレートガールの時に取った以来取ってないっていうね。あんまり相性良くないかもしんないけど。まあ、頑張ってきますよ。まあ、プリモシーン。まあね、ストレートガールってさっき言ったけど、まあ、リピーターレースなんでね、このレースは。だしね、まあ、ちょっとディープのね、来るディープと来ないディープの、あれがあるんだけど、俺の秘密のデータが。それはちょっと悪い方に入ってんだけど、プリモシーン。まあそうは言っても、リピートと、あと、まあ、レーン騎手だしね。あとね、やっぱね、最近、穴開けてるのは全部、金量ね。スティーフェルローもそうだったしね。日経賞。一キロ重かったけど、
2着かな ?2、3着だからで。で、オッズあんなんでね、あんなに舐められててね、天皇賞春。まあ、ラウダシアもね、前哨戦57キロあったっけな。それでまあ、プリモシーンもね、2回連続56キロでね、やってるんで、ダービー卿も56キロで、まあ、東京新聞杯、全く同じ舞台でね、56キロで勝ってるんでね、適性はもう抜群にあると。ほんで、まあ、中央さんの証明もできてるし、56でね、まあ、クルーガーだ、クリノガウディとかね、にも勝ってるし、左回りで。俺はもう、安心して買えるかなと、プリモシーン。結構俺、この馬は、ああ、そっか、マイルチャンピオンシップでは消してるけど、東京マイルではほとんど上位に打ってるんだな、もう。NHK マイルから。桜花賞で本命してて、俺馬鹿にされたんだよな。まあ実際来なかったけどね、結構強い馬になったんでね。まあちょっとね、5歳でディープっていうのもちょっと嫌なんだけど、まあそれ除いてもね、まあ大丈夫かなと。まあ天栄も出てるし、レーンだしね、リピーターレースでもあるし、まあちょっと内枠はちょっと嫌だったけど、まあ先週も言ったけどね、この東京マイルの G1 は大渋滞を起こすんでね、直線で。先週は外枠なのにレーンの馬が、なんだっけ?ルフトシュトロームがね、挟まっちゃってね。あ、これはもう、毎回だ、どの馬か挟まるからさ、それが内枠だと挟まる確率が高くなるから、そこはすごく嫌だけど、まあまあ、カレーしたのも嫌だけど、それ以外はまあ全ていいんでね。金量源のデータをちょっとね、これは後付けで本命決まってっから探したんだけどね。なんか面白いデータないかっていうの。前走から金量源の成績4-3-3-16と、かなりいいんでね。まあ回収率も、単幅、まあ220と171なんで、これはもう、いいんじゃないの?そして、対抗 !16 番ノームコアイ来たぜもうリピート2頭で、ワンツーで、本命対抗打っちゃったなぁ。もうすごく、こねくり回した結果こうなっちゃったんでね。本当はね、やばい馬、本命だったんだけど、これちょっとやりすぎかなと思って落としました。そのまあ4番手なんで、まあ後でブログで見ててください。まあそれで2番手、ノームコア。まあ、これはまあ、リピーターね、レースなんだけど、ちょっとね、プリモシーンと比べると、やっぱ距離延長がね、ハービンじゃダメなんで、まあ、距離延長で割引して、もうやっぱりね、香港マイルも強かったし、富士ステークスも強かったよ、本当に。東京マイルはすげえ走るしね、香港マイルではインディチャンプにも勝ってるし、富士ステークスで勝って、アドマヤマーズには、香港マイルで負けたっていう感じでね。まあ、この馬もね、富士ステークスで56キロで勝ってると。まあ今回は金量減にはなんないんだけど、実力の証明もできてると感じですね。まああとは天栄だし、まあ萩原厩舎だし、まあのりちゃんね、やっぱりね、のりちゃんやっぱのりちゃんはマイナスにしてるんだけど、それでもね、指数出ちゃったんで、この馬でいいでしょう。去年も来てるんで、まあ血統もぴったし、二頭ともぴったりだし、まあこの舞台ほんと合うと思うよ。結構ね、東京マイル、この時期の東京マイルって結構特殊な、安田記念ともちょっと違って、やっぱりすごい高速馬場だし、NHK マイルカップもそうなんだけど、結構特殊な適性を問われるんで、ここ。まあだからリピーターになると思うんで、まあこの2頭でいいんじゃないかという感じですね。そして、3番手、12番、アーモンドアイ。まあね、ちょっともう結構落とそうかと思ったんだけどね。まあ、有馬記念では4番手かな。結構印を落として実際着外だったんでね。まあ、リスグラシ本命でアーモンドアイを落としたっていう感じなんだけど、もしかしたらね、俺は終わってる可能性もあると思ってるんで、アーモンドアイ。小回り苦手ってことで、まあ、有馬記念を落としたっていうのもあるし、まあ、距離もあって落としたんだけど、ちょっとね、あの負け方ね、嫌な負け方したんでね。あと、金亀がね、まあ、早熟なんでね、金亀の血が入ってるんでね、ロードカナロバには。ちょっと怪しいなと思ってますよ。終わってる可能性もあると思ってるんで、まあ、距離短縮はいいんでね、カナロワは。だからまあ、この舞台はいいんだろうけど、アーモンドアイ、意外と、スタートいいんでね、
だからまあ、前の方に付けれる可能性もあるからね。まあ安田記念はちょっとね、ロジクラインやられたんで、あれだけど、ちょっとでもね、前より忙しいのも嫌だね。忙しいかもしんないんでね。まあ、府中2000ぐらいが一番合ってるんじゃないかと、あの問題は。まあ、馬場とマイルがちょっと忙しいっていうのはあるし、まあ取りこぼしも結構あるかなと思ってます。まあでも、さっきね、ロードカナロはちょっと金亀の血が入ってるからっつって、終わってるかもしれないっつってたけど、まあステルビオはね、今日来たんでね、終わってない可能性もあるんでね、まあ3番手ということになりますね。まあ結構すべての能力求められるんでね、スピードも持続力もキレも、あと勝負根性も求められるレースなんで、もう本当にめちゃめちゃ難しいレースですね。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。まあ実況動画はね、まあ気が向いたらやります。全印と買い目はブログの方に載せるんで、そっちも見てください。購入バケはまあツイッターにね、発送前に載せるんで、よろしくお願いします。オークラブTV競馬チャンネル行くぜ！ホーリーナー